えー、服を着る前にお洋服の話 <laughs> ちょっとしちゃおう私が、えっと、そ,うとかそうと気づ,気づかずにあのメルカリでね違うメルカリじゃない、えっと、ブックオフでねあの作業員としてお洋服をね買ってたんですよ面シャツ私あのポリエステルとかだめだから面シャツしかだめなの面しかで買ってたら あの、その中に、あの、リハビリの時にすごい重宝した洋服があったんですよ。これですよ。これ。一見ただのボ,あのボタンだと思うでしょで、ボタンなんかできないじゃんという思うじゃん。これね、ホックなの。ポチンポチンってホックなの。で、ホックが、あの、片手でもなんとか時間があればか,か,かけられるし、 あの、両手が少しずつ動けば直されうまくできるんですよ。で、ホックだから。ボタンだとこれちっちゃくてきついんですよ。まあ、リハビリだって人は言うと思うけどさ。ただ、このボタンがとってもいいです。で、ボタンないのでカップル、かるかぶるといいよとかってみんなさん言うけど、かぶりもんだと、まあ、それもそれだあれなんですけど、このホック、ホックなん、あの、よかったら、 こういう洋服があると思います。すめ、おすすめです。で、最、すごくいいのは、袖です。袖のボタンが一番つらいんですよ。機械、気球でじゃない方の、うん、あの、さすがなくて、気球でじゃない方、違う、気球だの方を、方のボタンができないんですよ。自分の麻痺の方でやんなきゃいけないから。 だから、できればここに少し素材が緩くて、スポッとズルして入れば一番いいんですよ。ね、だけどボタンしと,しといてね、スポッと入る。でもそうじゃない場合、これはね、きついの。だからこれはきよ、来てからでなきゃボタンできないあの。手首が来るとあれで。だ,だけども、これがホックだと、すごくすぐできるの。で、これがね、ボタンだとね、私、多分この手でね、一個のボタンにね、 15分ぐらいかかりますよ。ほとんど奇跡的なものを狙って、取ら、取る取、あの、こうやって頑張んなきゃね、どうにもこうにもこうにもできないんです。だけど、これがホックだったら、なんとかプチ、プチってできるんですよ。こっち。だから、この、こういうお洋服、お洋服見たら、あの、古着でも、ね、全然可愛いと思うから、あの、 リ、えっと、ハビリの人はあのか鍵求めたらどうかと思います。あの首がいい,い,いいとかなんとか言ってさ T シャツばっか着てるとさくく首がさボロボロになっちゃってさ、まあ、か,か,かっこいい,い,いね振りが似合えばいいんですけどね皆さんそうでもないでしょう。このボタンがホックホック,ホックボタンっていうんですかね こ,このボタンの方が絶対におすすめです。うちこれとこれとに2個しかないの。だから作業の時とかなんか毎日の時自由にあのさっさとやりたい時はこのにに2枚を作業用というかあの普段用にあのしてます。うん、もう随分くたびれてきてるわ。<laughs> 家の周りを天然生活,活ですからね。あの半径。 あの15メートルぐらいでしたらね、これでも間に合うんです。お店に行かなければ。<laughs> お店に行くときはもうだどれでだから、ダメあ犬が鳴いてますえ。こんな感じ、やってみ、お,うもうお買い求めしてみたらどうですか。リハビリ用です。